Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, justify the potion, loving this devotion.どうも、コウスケです。今日はですね、なんと僕のね、大好きな YouTuber、キャンプの松山家のご家族がですね、ビアゲンビレッジに来てくれるということでですね、一緒に遊ぼうみたいな感じでね、マサさんに言っていただきまして、マジで興奮してね、昨日ね、寝れなかったっす。双子座流星群とか見ちゃったりしてね、もう寝れないから。はい、まあ、なかなかいい夜だったんですけれども。今ね10時ぐらいで12時、お昼前後にねご到着されるということで、僕もね、一応キャンプやって一緒にやっていいかどうかわかんないんですけど、トレーラーの準備をして一緒にやっていいよということでしたらね、キャンプのね松山家と一緒にキャンプをしていきたいと思います。旅する勝又家、インスパイアされてますね、名前も。それでは準備していきたいと思います。旅する勝又家。はい、到着いたしました。そこからここでございます。ビアゲンビレッジでねやっていきます。今日ですね、たまたまトゥループキャリアの車検で、トゥループキャリアの後ろにね電動リフトを忘れてしまって、久々の手動でございます。やっぱりあると便利ですよね、電動ドリル。オッケー、久しぶりのウィリーしちゃうっていう。なんで、やばい、すごい、やっぱり後ろが軽いんだな。前を上げすぎたかな。こんなんでどうでしょう。あれどっちよこれ。こっちか。いつもよりスピード感なくお送りしております。ゆっくりです。今日の設営は原点にね戻りまして、あ、こうだったなと。これもこれで悪くないなという感じでございます。ゆっくり行きましょう。旅する勝又家。けんちゃん、はい、キャンプの松山家が来ます。はい、知ってる？知ってます。本当知ってる？いや、そんなガッツリは配信させてもらったことはないんですけど、もう僕がよく見てるから、ね、そうです。嬉しいんですけど、兄ちゃん、いや、すごいっすね。昨日寝れなくて、うん、星見てたっていう、星見てたっていう。コーヒー飲みすぎかもしれないけど、興奮しちゃって、興奮しちゃって、もういろいろシミュレーションしちゃって。今からですねテントを立てていきたいと思います。2時に降るって言ったからね、間もなくだね、今1時半。はい、はい、ちょっとそこ立てちゃいましょう。ちょっと待った、はい、はい、せーの、よいしょ、ポンピング、ポンピングします。ダンドリビングを作ります。僕たちはセカンドリビングを作っていきます。さすがですね、兄弟の連携早かったです。3分してないですよね、2分30秒ぐらいでできました。そっちは完全に逆走いいです。こうやってサイドからまくり上げられないように
ついております。こういうポールが考えられてます。でここの下の風をね防ぐためにこういうスカートもねつくように、ここにまたシーレールが両サイドにですね、こっちとこっちに両方入っているということでございます。考えられてますね、やっぱりヨーロピアン。これ入れちゃっていい？最後、はい、お願いします。こういう感じになるということです。もうなんか冬のセットはもうこれで決まりっていうぐらいのレイアウトだよね。中にストーブ入れるとこうなっちゃう。あ、痛え。よいしょ。よいしょ。はい、会場こんな感じでできました。なかなかいいんじゃないかな。7人と4人、11人だからね、ちょっと椅子が足りないんだけど、マサさんちが持ってれば追加でここに来るという。今日はしゃぶしゃぶとかをねママが用意してるみたいなんで、やっていきたいと思います。晴れましたね。キャンプの松山家が来るってなったら、今までね結構雨ひどかったんですけど、来ますね。これは持ってますね。さすがですね、マサさんたち。晴れてます。今日はキャンプの松山家とキャンプをしていきたいと思う。マサさん風ね。やってみたいと思う。楽しくなりますよ。旅する勝又家。来ました来ました来ました。こんにちは。はじめまして。はじめまして。わあすごい。遅くなった。いやいや、とんでもないです。よろしくお願いします。マサです。わ、分かってます。美穂さんと。全くんと誠司くんですよね。そうです。はい。嬉しい。とんでもないです。よろしくお願いします。今あそこに僕たちのトレーラーセットしてあるんで、一旦向こう中入りましょうか。了解。はい、お願いします。やばいっすねこれ。これこいつやべえんすよ。ハイテク。アメリカンから急にヨーロピアン。そう。ちょっとね行き過ぎ感。そう。行き過ぎ。我々には中古から。急に。すごい。どうもです。よろしくお願いします。嬉しい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。トランポリンとかあるから遊んでください。うん、遊ぶ。早いね。いやさっき見しといた。あ、トランポリンやべえ。え、もしかしてサウナもある？ちょカナダ帰りにとっては風呂貴重だから。これいいっすよ、なかなか。やばい、日本見た？いやいや、まだまあ確かにここですからね、スタートが。ここトイレ、トイレ。ここ普通のトイレだよ、ここ。うわ、眩しい。そこやばいね。めっちゃモデルルームのトイレだ。ありがとうございます。トイレじゃない、風呂だ。僕全然気づけないんで。これだったらめっちゃ満タン入るよ。すごいね。コウスケさん、あえて嬉しい。いや、僕もめちゃくちゃ待ってました、本当に。遅れます、大丈夫ですなんて言いながら、早く会いたいっていう。大丈夫だけど、早く会いたいっていう。これ使っていいですか？どうぞどうぞ。これもうちのビールアゲンブリューイングっていう名前にしようとして、オリジナルブランド、オリジナル、寄ってくんない？ BAB。 これ富士山のマークで、下がここ地下水なんで、下が地下水のマークで、あ、ここ地下水から組み合ってるんですね。そうです、飲める地下水、80メートル岩盤抜いてるんで、それがだからバナジウムが入ってる、バナジウムっていう富士山の周りでしか取れないやつですよね。やつですね。見てこの色、やばい、やばい、黄色い色がね、これデジル、ちょっともう来た瞬間からこれだからやばい。これは僕もじゃあせっかくだから一緒に乾杯しましょう。いやいや、飲む飲む、マジで座ってやるんですか？これ一回沈殿しちゃってるんですよ。あ、そういうこと。はい、いろいろ教えてもらわない30秒ぐらい。ちょっと待って、すごい値段これ。そうです。あ、マジで。もうクラフトビールはもう日本は、これ6缶でこの金額？1缶っす。マジで。え、それここだからでしょ？違います。僕たちはどこ行ってももう大体この、
仕入れ値が730円。マジで？そうなの？日本でクラフトビール飲むってやばいっす。ちょっとあれだね。マジで？ハイエンドな飲み物だね。いや、カナダじゃあね、多分相当安いと思うんですけど。いや、激安いです。でも自然高いから、もともと。もともとお酒高いけど、でも900円はないね。もうそれが一番安いです、逆に。あ、そうなんだ。これとか、そのザベイルっていうバージニアのブリュアリーさんなんですけど、ここはもう2300円、1700円とか、そういう世界です。じゃあもうビールガバガバ飲む感じじゃないんだ。そうですね、3缶ぐらい飲む。でも3缶飲んだらだってもうだから3000円ぐらいちゃう。ということで、クラフトビール高いんですよね。知らない。本当に。じゃあすみません。はい、マスさんありがとうございます。みほさんありがとうございます。乾杯。乾杯。美味しい。飲みやすフルーティー。フルーティー、うん、グレープフルーツじゃない、それこそ。いや、なんだろう、まあ、ホップの種類でいろいろあると思うんですけど。そういうことか。ではなります。なんかテレビで見てたからびっくりします。テレビの人だよね。俺もテレビ見てた。本物が来てるよ。お得なんじゃなくて、すいません。あんまり変わんない。いや、あんまり変わんないっすよ。ほぼ一緒。作らないっていうのはテーマです。確かに。では今からご飯を作るということなので、はい、キッズたちもね、興奮してきてるから。よし、うるさい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 、行きましょう、行きましょう。え、今日なんか、今からなんか作るって言ったんですか？しゃぶしゃぶ。しゃぶまだ日本帰ってきて食ってないです。でもなんかちゃんとしゃべってないですけど、大丈夫ですか？大丈夫。まあ、鍋。なんか足りますか？私も。いや、みおちゃん一緒に手伝いに、みんなでやろう。餃子とかだったら作れるけど。だって、え、だってもう臨月って聞いたんですよ。ね、だから大丈夫。あ、でも。コンポモンテ君、あ、本当忘れてる。常に大体忘れちゃうんです。はい。ではですね、家族全員今ここに集まったんですけれども、えらいことになっちゃってます。すごいですね。男子率がまたまた多い。男子率が高いです。広いはずのテントなんだけど。では皆さん、今日は楽しみましょう。いやー、お疲れ様。仲良くなりましょう。乾杯。チュース。よろしくお願いします。やばいやばいやばい。くー。最高っす。食べてみてください。日本帰ってきて初めてのしゃぶしゃぶ。初めてのしゃぶしゃぶ。ごったにみたいな、ね、ごったにみたいな、ね、すいません、なんか本当のしゃぶしゃぶじゃない。ほら、コーラ開けていい。カツマタ流、カツマタ系。ありがとうございます。でも日本食最高っすよね。最高。日本食が一番いいっすよね。本当にカナダおっても日本食 90% これがごったにです。ごったにです。しゃぶしゃぶではないけど。すいません。美味しかった、本当にありがとうございます。ごったにです。もう美味しかった。アイチュー、よかったよね。アイス食べるね。安内さん怪しかったね。急に静かになっちゃった。って言われて、美味しかった。そう、でも本当着ぐるみとかに出たかったんですよって言って、最初から。そうすれば思い切りできるのにって言って。そう、もうでも今着ぐるみ着てるみたいになっちゃってる。そうだよ。何回着れるんだろうっていう。もう一段階あるじゃん。脱皮しなきゃ。6人目だもんね。6人目、人生で何パーセントのママが6人産んでんだろう、ね。1% はいないでしょ。いないいないいない、ね、100人に1人は6人家族じゃないもんね。 0.0 何歩です。あ、確かに旅してるわ。旅してる。Thank you so much。 本当にありがとうございます。本当に本当に涙出そうなぐらい。いや本当だよね。ほんまや。泣いてちゃんと。じゃあで、いや、今のは半分本気。半分嘘よ。泣けって言われたら泣けるけど。いや、でも今回のこの出会いに僕たちは本当にあの感銘してますよ。うん、まさか本当に嬉しい、うん、ありがたいなと思ってる。その気持ちは本当に良かった。昨日も確認しようと思う。登録者で見ないでね。人で見ないで。そういう風に言っていただけるとありがたい。本当にそんな風に言っていただけて。登録者で見られるようになって、それがすごく嫌で、うん、あ、うん、確かに今好感度上がりましたよ。これ上がった。嘘。じゃあということで、まさくんバーの方に行って、行きましょう。シーシャを吸いに行きたいと思います。こんぐらいが。じゃあ乾杯します。はい、お疲れです。お疲れです。出会いにキャンプ場の方で。いい縁をありがとうございます。はい、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。電話中、うん、
るっていう、酔っ払いすぎちゃって僕たち、ごめんなさい、どこにカメラ向かってるか分かんなかったんですけど、あの明日からなんと僕たちですね、一緒に旅をするという運びになりまして、もちむねですね、言っちゃっていいですね、静岡の RV パークに行きたいと思います。ということで、また次の動画も楽しみにしていただいたら嬉しいかなと思います。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。じゃあ行きましょう。そんな感じで全然僕撮影できてないですね。してる。いけないかな、だから、うん、本に対してパパだったらなんかかますんじゃないか。海の夕焼けです。見てこれ、すごい綺麗じゃない、みんな。はい、到着いたしました。めっちゃ帽子忘れてるね、これね。もちむね、涼しくてキャンプの松山家が来た。おー、乾杯。吉川さん、お疲れ様。いや、めっちゃ幸せやん。やばいね、YouTube やっててよかった。 YouTube やっててよかった。YouTube やっててよかった。広告費なんかもうどうでもいい、どうでもいい、もう繋がれるっていうことが一番大切だよね。本当そう、 Google いいです、最高です。 Google 様に Google 様で僕たちこういう旅をさせてもらってるっていう。検索は絶対 Google 使ってます。